Very interestingly, NASA, USA writes as follows: A combined historical and scientific approach is applied to ancient reports of what might today be called unidentified flying objects. Many conventionally explicable phenomena can be weeded out, leaving a small residue of puzzling reports. These fall neatly into the same categories as modern UFO reports, suggesting that the UFO phenomenon, whatever it may be due to, has not changed much over two millennia. Throughout recorded history, reports of what we today might call unidentified flying objects have been made and preserved. Then I, Hiroshi Hayashi, would like to ask NASA. Like this. So what? 大変興味深いことに NASA の公式ホームページには次のようにあります。歴史および科学的考察が今日 UFO と呼ばれる未確認飛行物体についてなされている。科学的に説明できる現象については取り除いたが、それ以外に謎めいた報告が残った。 これらは現在の UFO 報告と同じようなカテゴリーに含まれるが、このことはこうした UFO 現象がそれが何によるものであれ、この2000年もの間変わっていないことを示す。記録された歴史を通して今日未確認飛行物体と呼ぶところのものについての記録がなされ、そして保全されていると。で、私林許は次のように NASA に質問したいです。 だからそれがどうしたのとこれが縄文稲々です長野県の茅野市で発掘されましたでその縄文稲々と同じコンセプトで作られた いわゆるバビロニアのイナンナイシュタル像が発掘されています。これらは同じコンセプトで作られた女神ということになります。となりますと、縄文イナンナがですね、バビロニアに渡ったということになるわけですけども、ではどうやってということになるわけですね。が、神々は古代においてですね、現代もそうだろうと思いますけども、自由に空を飛ぶことができました。これがバチカンです。で、サン・ピエトロ広場に皆さんを案内いたします。この サンペートル広場ですね、まっすぐ東の方を向いて建てられています。で、実際地図の上で見ますとですね、このサンペートル広場をまっすぐ東に行きますと、ほんのわずかだけずれますけども、えー、モヘンジュダロの塔へと向かいます。で、左がバチカンで、右が、まあ、東ってことになるわけですね。で、この地球をですね、ぐるっと回して、東を上にしてみます。そうしますと、その先にあるのが、 まあ、ややずれてますけども、日本ということになるわけです。なぜ東が重要かと言いますと、古代においてはですね、旧約聖書の世界においては、地図はですね、必ず東を上にして作られたわけです。この地図もそうですけども、上がアジアで、右がアフリカで、左がヨーロッパということになります。そして上が東だということですね。ここに注意してください。まあ、そのことを受けてですね、と言いますか逆にですね、エゼキエル書の中では、神々は東から来たというふうに書いてあります。この地図もそうですね。 で、古い地図ほどそうなっているわけです。まあ、最近の地図はね、あの、北を上にしますけども、古代旧約聖書の世界においては東を上にしたということですね。もう一度ここを中心にエルサレムがあって、ここに地中海があると。ブルーの部分が地中海ですね。そして右の方がアフリカで東がヨーロッパということになります。そして上の方がアジア大陸ということになるわけです。まあ、なぜこんな地図を変いたかということなんですね。で、もう少し詳しく調べてみますと、やはり他の地図も皆東を上にしているのはわかります。 太陽が昇るから東ってことでもないんですね。というのはですね、神々は東から来たというエゼキエル書。そしてその上にですね、いわゆるまあ東の方に実は小さな島があるのがわかります。中心がイスラエルですね。で、ここが地中海で東、左がヨーロッパ、右がアフリカということになります。そして黄色いのがアジア大陸で、その上に注意してください。ここに実は日本があるわけですね。 まあ、もう一つ考えられるのは台湾ってことになりますけども、台湾ではないですね。ここに注意してください。ここに、まあ、神々の国、なあち土地、ジャパンがあるということになります。なあち古代旧約聖書の世界においてはですね、東を上にして、その東には小さな島がある。すなわち日本があるということになります。まあ、これ赤い丸はイタリアです。で、地中海を越えてまっすぐ東へ行きますと、やっぱり上に小さな島。すなわち日本が あこうして書かれてるのは分かります。となりますと、日本から、まあ日本とそのバビロニア、メソプタミアのつながりがこれで分かってくるわけですけども、じゃあ神々はどうやって行ったか、もう野暮な質問はしないでくださいね。空を飛んで行きました。エゼキエル書の中にはこんな挿絵もありますね。神々は空を飛んでる様子です。 それについての動画はですね、この終わりにつなげておきますから、動画をご覧になってください。で、エゼエルショーはどうなってるかと言いますと、from the east, from the east, from the east となっていますね。で、まあこうしてステーションがいろいろ書かれてるんですけども、from the way of the east と書かれてるのも多いです。ここに今書いて、ご覧いただいてるのは from the way of the east ですね。これはただ方向を示すだけじゃなくて、東の方から道を通ってやってきたというニュアンスがこの中に込められています。 でですね、先ほど NASA、冒頭で言いましたように NASA はですね、まあいろんな研究をしていると。まあ否定的な研究ばかりしている,しているか、あるいはまあね、隠すための研究ということになるわけですけども、まあよく言うなというふうに先ほどちょっと読みながらそう思いました。で、これはですね、古代において最も古い UFO、目撃事件というのを記録した記録ですね。で、一番古いのは紀元前214年にイタリアのローマで目撃されています。大変な騒ぎになったみたいですね。空から光を放つ船がやってきたと。 ま、これあの、前兆ということは、ま、神々の現象として捉えて、当時はですね、えー、現代でもそのように捉えている人はいますけれども、として捉えたからそういった言葉を使っていたというふうに私は考えています。では、こうした不思議な現象が、ま、いろいろと記録されていると。 そういうことなんですね。まあ私たちの立場から読んでもですね、まあこれはちょっと違うんじゃないのかなと思うのもありますけどもね。まあこれが即 u f 4と結びつく現象とは言えないんじゃないかというのもありますけども、まあ記録としてはそういうものが残ってるわけですね。幽霊船がキラキラとが光が輝きながらやってきたというふうにも書かれています。そしてまあ稲妻に撃たれたとかね、あるいはその殺された犠牲者が動き出したとか、まあこれがちょっとね、あの、どうかなっていうところもあるわけですね。 まあ大、大ガラスがやってきたとかね。それもちょっとどうかなと思うんですけども、しかし、こうしたまあ記録の中にですね、その向こうに、まあ現在の私たちが考える UFO の問題とつながるものがあるのではないでしょうか。確か、まあ全て肯定するわけにはいきませんけども、全て否定するわけにもいかないということですね。まあ、こうした事件がですね、紀元前にまあローマの周辺で起きていたということです。 で、まあ、その詳しい内容が記されていましたんですけど、まあ、それは重要じゃありませんので、あの、いろんな、まあね、ドタバタ劇が、まあ、繰り広げられたということですね、簡単に言えば。で、こうした事実をですね、まあ、過去の、まあ、記録の中に残ってるがですね、記録に残ってるわけですね。で、こうした事実を素直に取るか取らないかということなんですよね。まあ、あのー、素直に取れない部分も、それは、 あ,あるかもしれませんけれども。しかし、当時の人たちが懸命に残そうとした、その気持ちを忘れてはいけませんね。それから、紀元前74年、フィリジアでやっぱり起きています。まあ、その当時は、リパブリック・オブ・ローマになってますね。ローマ共和国の一部だった。共和国の一部。まあ、現在のトルコですけどもね。フィリジア帽のフィリジアです。ここでもこうした、そうした似たような事件が起きているということですね。そらが二つに分かれて、その中から、まあ、あ 骨のようなと書いてますけどもね、骨のことかどうかわかりませんけど、二つに分かれて、えー、そしてまあ戦争しているときにですね、二つの軍隊に、中に割って入ったわけです。それでもうびっくりしてですね、みんながですね、えー、その去ったという、その中にワインツボと書いてありますね。ワインツボというのはまあ、いろんな形があるんでしょうけども、まあここでツボという形が出てくるわけですね。日本の縄文土器とつながるということです。で、74年、紀元後74年にですね、エルサレムでもやはり同じような事件が起きています。で、 明るい光が現れたとかね、そうしたものを、まあ、多くの人が目撃しているわけです。やはり、こうした記録の中でね、重要なことは、やはり、先ほど言いましたように、まあ、その当時それを目撃した人がですね、懸命にその記録を残そうとしたということですね。で、ただ単なる、なってですか、集団筆折であるとかね、集団催眠術だとかっていうこと、いろんなふうに、まあ、説明しますよね、NASA はね。そんな NASA がボトルで言ってるようにね、核的考察がなされて、とんでもない話になって、逆考察をしているわけですからね。 であるならもっと情報をですね、公開すべきだと林宏氏は考えています。いかがでしょうかまあよく言うなと繰り返しになりますけども、読みながらそう思いました。まあこうしたその、詳しいその時のね、様子が、まあ記録として残っているということです。それで、さらに150年、ビア・カンパーナーというところで、やはり、待ってますか、UFO のサイティング、目撃事件が起きています。でその時は、 30メートルの怪獣がですね、一人の女性と共に、あの、道路を歩いてたってことなんですね。大変楽しい話ですね。で、それを、まあ、目撃来たと。100フィートの壺のような怪獣を見たと。壺のような怪獣ってところはどういうところからね、わかりませんけども、まあ、そのように印象を持ったんでしょうね。まあ、古代の日本人たちがですね、UFO を見て、亀、カメといったような、まあ、読んだのと私はよく似ているんじゃないかと思います。で、白い服を着た乙女がそばにいたと。196年、ローマですね。 レローマでは、これはおそらく歴史って言いますから、に初めて登場するエンゼルヘアという言葉じゃないかと思います。ガシウス・デュオがですね、まあ、あの、広場に、銀に似た、まあ、細い雨が降ってきたと。それをですね、まあ、取っておいたんだけれども、4日後には消えてしまったということですね。まあ、こうした記録はですね、世界中には残っているということですよ。ですから、日本とですね、ヨーロッパがつながっていたところで何もおかしくはないということです。 で、縄文ジャパンの話をしたいと思いますけども、えー、これがまあ、社交道具ですけども、あの、どこの高校館行ってもですね、何かしらこうね、あの、布を上から羽織っただけのような着物で描いてますけども、どうしてこの縄文道具のような衣服を着た縄文人を空想図として描かないんでしょうかそういった矛盾をどのように考えてるんでしょうかね一方でこうした道具、道具がですね、発見されてるわけでしょだったらこういうスタイルを縄文時代にしたという前提で、縄文人たちの風習なり、 まあ、想像で見ることになるわけですけども、そうしたものを表現したらいいんじゃないかと思うんですけどもね、そういったことはしないわけです。で、これをですね、日本ではドキドキドキと言ってますけども、ドキなんかじゃないですね。はい。どうでしょうか で、結論ということになります。まあ結論はですね、要するに古代の神々。まあその神々は現在の神々にも通ずるわけですけども、自由に空を飛んでいたということになります。まあそう考えればですね、日本とバビロニア、あるいは日本とメソポタミアという点と点がですね、線でつながってもなんだおかしくはないということになるのではないでしょうか。まあ日本のですね、今ご覧いただいてますように縄文なんだと。 れから、バビロニアの、まあ、イナンナイシュタル像がこうして繋がったところで、なんだおかしくはないということですね。で、今日、皆さんに5つの、なんて言いますか、UFO、目撃事件というものをですね、紹介しました。で、記録に残っている一番古いものから5つ選んで皆さんにお届けしました。で、そうした記録を見るときにですね、その解釈の仕方は2つあると思いますね。 一つは、2000年前の昔も、そして今もですね、幻覚と幻想にしがみついて、そうしたありもしない UFO をですね、みたみたと騒いでいる人がいるんだな、というふうに考える人もいるわけですね。まあ、否定派の方たちだろうと思います。そして、逆に言いますとね、まあまあ、2000年の前から UFO というのは自由に空を飛んでいたんだな、今あってもおかしくないんだな、というふうに考える人もいらっしゃるかもしれませんね。いわゆる肯定派、ということになるわけです。で、私はやはり、まあ、 後者の方と言いますかね。2000年の昔から、前の昔から、現在に至るまで UFO っていうのは飛んでいたんだっていうことをですね、そして今現在飛んでいても、なんだおかしくはないんだというふうにまあ捉えるわけですよね。またそうした視点で見,眺め見ないとですね、先ほどちょっと言いましたように、点と点をですね、線でつなぐことはできなくなってしまうし、また矛盾だらけになってしまうわけですね。ですからやっぱり私は、その後者の方の肯定派ということになるわけです。 で、その一つとしてね、まあ前から私が主張してますように、縄文土器イコールロケット説を唱えています。で、これをですね、今から3年半前にですね、私の YouTube で発表した時には大変皆さんに叩かれました。まあ、とんでもない施設だということで、まあ、 ああ、叩かれたわけですね。まあ、だん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 、その、皆さんの中にですね、好意的に、まあ、私を理解してください。そ増えましてですね。あの、まあ、今では、まあ、縄文ロケット式、ロケット施設を唱えても、それほど抵抗なく受け入れてくださる人が多くなってきたんじゃないのかな、というふうに思います。まあ、それはともかくも、まあ、その縄文ロ、その縄文ロケット、思いますか、縄文土器がですね、なぜ残っているかと言いますと、やはりそこには、なんて言いますかね、まあ、その当時の人たちのですね、懸命な、 何て言うんですかあの、思いというものがそこの中に、あの、含まれてるんじゃないのかなと思いますね。というのはえ、私自身もそうでしたけども、自分たちが見たものを何としてでも記録に残したい、みんなに伝えたいという、あの思いというのは、まあ、そうした経験をしたものでないと、逆に言うとわからないわけですよね。 で、そうしたその思いがですね、まあ、先ほどちょっと紹介しました、5つのあ、いわゆるまあ、UFO、古代における UFO 目撃事件の、オーソロのことを通した人たちの気持ちと通ずると同時に、懸命にね、見たものを作ろうとして、それを神と思い込んだ、思い込んだっていうのを知ってるかもしれませんけども、思ってですね、そして、土器として表現した縄文人たちの心にも通じるんじゃないのかなと思いますね。そうした熱い思いをですね、大切なことは、私たちはもう少し素直に聞き、素直に理解し、そしてそれを 前向きに解釈していくということではないでしょうか。頭からそんなことそんなものはないんだ。 な、林の言ってることがおかしいんだって言ってね、そういうふうに決めつけてかかるわけじゃなくて、やはりこう、縄文人の気持ちになって、どうしてああいうものは現在の日本に残っているのか、あるいはもっとわかりつけも、先ほどちょっと紹介しましたように、えー、縄文イナンナとですね、バビロニアのイナンナシタールとどうしてこれほどまでコンセプトが似てるんだってことを考え合わせていきますとですね、他にもたくさんあるんですよ。あの、私今までに何,何十以上ですよね、そうした例を皆さんに紹介してきましたけども、そうした例を見ていくとですね、つながりがないという方がおかしいし、だったらそのつながりはどうして生まれたかという というと、やはり古代の神々は自由に空を飛んでいたという,ふう、まあ、ことにですね、論理を帰結させていかないと、こうした謎はまあ永遠に解けないと言いますかね、2000年経っても何も変わらなかったように、そのまこのままた2000年その先につながってしまうということではないでしょうか。まあ、ですから私たちはここでですね常識というものをもう一度見直して、そして学んでいますか。 その自分たちの常識を疑ってみるということですね。そしてその常識の向こうにある別の事実、持っていいますと別バージョンの歴史を知るということが大切ではないかなと思います。そういった意味でね、今日は古代の5つの UFO 目撃事件の例を皆さんに紹介しました。今ご覧いただいている画像はですね、1552号の方のから撮ってきたものですから、もし興味のある方は1552の方をまたご覧になってください。 この後には空飛ぶ神々の、まあ、あの、動画を、まあまあ、最近作った動画ですけどもね、最近というのはこの1、2ヶ月の間に作った動画ですけども、それをつなげておきます。皆さん、古代の神々は自由に空を飛んでいました。そして事件が、そうした事件がですね、今からすでに2000年以上も前からこの地球上で起きていたということです。どう解釈なさるかは皆さんの問題かと思いますけども、まあ、あとは皆さんの判断にお任せします。それでは皆さん、 Bye for now.